こんにちは、かゆうです。本日はノート e パワーを借りていきます。e パワーのトランクはこんな感じです。多分これが A4 かな。 A4 サイズ、まあ、2個ぐらいは縦入りそうな感じですが、上の方がね、だいぶ後部座席と、形状の部分でね、斜めになっているので、高さ、同じ高さでまっすぐ上に積んでいくっていうのは難しいんじゃないかなと思います。ノート e パワーに乗り込みました。こちらがですね、日産です。日産車は僕あんま乗らないんですけど、はい、日産車です。ハンドルは左手側に、なんかレバーみたいなのがついてますが、右側特に何もないというすっきりしたハンドルになってます。で、真ん中はいつも通りの多分、カーシェアが使ってるカーナビかなと思います。で、このね、シフトレバーがね、昔一回ノート e パワー借りたことあるんですけど、このシフトレバーの使い方がわからなくてすごい悩んだ記憶があります。はい。で、助手席側はこんな感じです。多分、このドアのところにある、よいしょ。これがドリンクホルダーですね。というところで、フロントはまあ大体こんな感じですね。では乗っていきたいと思います。はい、ものすごい住宅街の中を走っておりますが、一応ねちょっと走り出してみました。なんだろう、 e パワーだからなのか日産車だからなのかわかんないんですけど、アクセルを離してた時にかかるブレーキがね結構きついのと、バックミラーがね映像なんですよ。これねちょっと慣れるまで時間かかるかもしれん。見た時にバックミラーがディスプレイなんで反射するんですよね。だから今日みたいにこうピーカンというか明るい日に関してはバックミラーすごいね見づらい気がします。僕が慣れてないだけなのかもしれないけど、僕はものすごく見づらいと思っていますという、はい、形でちょっと運転をねこのまま続けていきたいと思うんですけれども、乗り始めた感じとしては、まずね運転席の座席と、まあ、助手席の座席も形状一緒なんですけど、なんかね包まれるというか、なんかちょっとね沈む、なんだろう、なんかこう真ん中がお尻部分がくぼんでるような感じがするので、これもねちょっと他のメーカーさんの車とかだとは違う。トヨタ車とかホンダ車をね、僕はよく乗ってきたんですけど、そのトヨタとかホンダさんの車とはちょっと違う、動きをしているかなと思ってます。ここね、難しいのよね。はい。なんで、座席の感覚が違うのと、やっぱね、エンジンブレーキというか、アクセルを離した時のブレーキ、オートブレーキみたいな感じで勝手にねブレーキがかかるんですけど、これがね思った以上にきついので、まあ、ちょっとそこがね慣れないかな、慣れるまでちょっと時間かかりそうかなというのがあります。あとフロントパネルのところが全面ディスプレイというか、まあ、アナログじゃない、全部デジタルメーターなので、まあ、エンジン切ると何もわからんっていうところは、もしかしたら苦手な人は苦手かなと思います。僕はオフライトであんま見ることもないと思うんでね、いいんですけど、でちょっとねちゃんと調べてないんであれなんですけど、オートクルーズ的なのはあんのかな、ちょっと何年
台の車か分かってないので、もしかしたら、オートクルーズ的なのはついてないのかもしれないんですが、ちょっと後でね、駐車するタイミングがあるので、その時にね、確認しておきたいなと思います。はい。という感じで、ブレーキがきついのと、バックミラーカメラなのがすごく、慣れないなというところ、ちょっとこれ向き変えられるのかな、向きもちょっとね変えられなさそうですね。で変えられるかな、そんなわけはなかった。はい、ちょっとね使い勝手というか、今まで乗ってきた車とね乗り方が全然違う。だから信号変わったなと思って、アクセル離して惰性で走ろうとする癖が僕あるんですよ。エンジンブレーキを若干かかりつつ、自分のねこの辺かなっていう感覚でブレーキ踏むために、ブレーキをね準備しちゃう癖があって、でその癖のためにですね、信号赤だなっていうところで見たら、自分のね走ってる速度にもよるんですけど、速度に関よってはちょっと早めにねアクセルを離して惰性で走ることがあります。でそれをねやり癖づいちゃってるんで、それをやろうとするとアクセル離した途端にねエンジンブレーキがかかって減速するっていうことが起きていることにようやく気がついたので、ちょっとね今日これこの車を乗ってる限りね運転の仕方を変えないといけないですね。ダメだ惰性で進まない、はい、というところでちょっと自分の運転の仕方と、車の特性が今ものすごく合ってない状態です。本当に事故にだけは気をつけて運転していきたいと思います。これは怖い。どっちかといえば減速が速すぎて後ろの車に追突されちゃうパターンな事故を起こしそうな気がするので、ちょっとね本当気をつけて運転していきたいなと思います。はい、ではもうしばらく運転してね、今回は、このノート e パワーの方を丸2日間ですね、お借りしておりますので、ちょっとね一人になれるタイミングは借り始めた今と多分返す時ぐらいしかないかもしれないんですが、ちょっとねそこで、また動画回しながら、乗った感じとかね感想の方を喋っていきたいなと思います。はい、というわけで、だいたいほぼ2日間、こちらノート e パワーの方をですね乗ってきたわけなんですけれども、冒頭、そのアクセルのね離すと止まっちゃうっていう話を、出したんですけれども、ちょっとね車を止めて、なんでこんなね急にブレーキがかかるのかっていうところをね確認したところ、回生ブレーキっていうですね機能がありまして、そちらの影響だというところが分かりました。で回生ブレーキ、回る生きるって書いて回生っていう名前、呼ぶんですけれども、何かっていうと、その山手線、東京の山手線とかでも使われてるんですけど、そのブレーキをかける、減速するときに、その車輪のパワーを使って発電するっていう仕組みがあるんですね。で、走るときはモーターの力で前に進みますと。で、止まるときはモーターの力で発電することによって、ブレーキを、ブレーキの効果を生み出すと
という機能がですね、あるんですけれども、こちらノート e パワーに関してはその回生ブレーキの機能がねかなり強いという口コミを見まして、というところでね、電気自動車だからというわけではなく、こちらノート e パワーだから、回生ブレーキが効く速度だったりとか、走り方をしていると、アクセルを離した時に、かなり強いね、ブレーキがかかってしまい、思った通りのね、ところで車を止めることができないという動きになっているということをね、知りまして、まあちょっとね、無知だったんですけれども、その部分ね、知った上で、ちゃんとね、回生ブレーキが働くんだなっていうところで、アクセルをね、パッて離すんではなく、徐々にね、離していくような、運転の仕方をするようにしました。まあそうするとね、ある程度のところは、狙ったところでね、止まれるようになりましたので、まあ、本当ね、慣れが必要な車だなというか、まあ、その車にね、合わせた走り方をしないと、ちょっとうまく運転できない車なんだなということが、よく分かった、今回のね、試乗期間になっております。はい。で、まあ、走った感覚なんですけども、車内の感覚としてはですね、座席を目いっぱい下に下げれば、身長170センチ後半、座高高め成人の僕でも、頭にね、天井することなく、運転することができております。なので、まあ、車内空間としては、ちょっと広めなのかなに、感じております。まあ、もしかしたらね、ただただ、車高部分というか、天井部分が、高くなっているだけなのかもしれないんですけれども、天井部分に関してはね、かなり、乗りやすい、頭することはない、いい車だな、というふうに感じておりまする。はい。で、それからですね、ハンドルも、上下いじれるっていうところがあって、そこはすごいね、いい車だな、と思っているんですが、ちょっと困ったことにね、シフトレバーが、他の車と全然違うんですよ。バック入れるのにね、横のレバーを押しながら前に押す。ニュートラルは横のバーを押さずに前に押すっていう。ニュートラルとね、バックのところで、全然違う動きを、操作は同じなんですけど、横のバーをね、押してるか押してないかという差が出てくるというところでね、ちょっと、あれバックでどうやって入れるんだっけって言ってね、ちょっと慌ててしまう。最初にね、上に、上げた時に、バックに入らなくて、すごい慌ててしまってね、駐車するときに他の車の迷惑をかけてしまったところではあるんですけれども、なので、ちょっとね、これシフトレバーの扱いがなかなかね、難しい車になっておりました。ので、初めてね、ノート e パワー運転する方は、ちょっとシフトレバーの使い方、これね、車種、前ね、レンタカー、カーシェアじゃなく、レンタカーで e パワーを借りたとき、おっと、踏切が、電車が来ますね。e パワーを借りたときはですね、またね、これのシフトレバーとまたね、違うシフトレバーだったんですよ。なんかね、青いね、なんか、青い色の、なんか宝石みたいな、なんかキラキラしたのがついてる、ただの四角い物体で、それを、ま、上下とか左右とかに動かし、シフトをね、変化させていくっていう、なんかすごいね、おもちゃ感のある、シフトレバーだったんですけども、今回借りたノート e パワーは、もうちょっとね、シフトレバーっぽい、形をしてますが、それでもやっぱりね、動かしている感じはね、おもちゃな感じがするので、まあ、シフトレバー、オートマでもシフトレバーのガタガタっていうのを動かして、車運転してる感を、ね、感じたいっていう方には、ものすごく向かない車だな、というふうに思いました。で、まあ、アクセルに関しては、アクセル、ブレーキに関しては、やっぱりさっき言った回生ブレーキっていうのが効く、タイミングだと、すごいね、アクセル離しただけで減速がかかっちゃうので、その部分に関してはちょっと運転しづらいって感じる人がいるんじゃないかなというふうに思っております。で、あと、そう、運転席と助手席の間、これ、何が入ってるのかわかんないんですけど、すごいね、高さがある、ものになっていて、ただ、下がね、抜けてるんですよ。シフトレバーの下がね、開いてるの。
だから、助手席、今日ね、子供乗せてたんですけど、子供が物を落とした時に、一回ね、どこ落ちたかわかんないって言い出して、いや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 、ここに、なんていうの？その、シフトレバーの台があって、そっちと区切れてるはずだから、そっちに落ちてるでしょって言ったら、ちょっとね、落とし方が悪い、このシフトレバーのね、台のね、下のところに入り込んじゃって、あったんですけど、っていうのがあって、ちょっとドキッとした一面もございます。で、あとね、これ今、無理やり、スマホ台乗せてるんですけど、今日借りた、ノート e-power はですね、このクリップタイプのスマホホルダーを挟める場所がね、ほとんどないです。かろうじて、この、カーナビとか、運転席のね、ダッシュボードのところに若干、隙間があるので、そこを今ね、無理くり挟んでる状態なんですけど、まあ、ちょっとね、落ちます。だから、ノート e-power でスマホホルダーつけたいなって思う方は、クリップタイプよりも、なんていうの、吸盤みたいな、ダッシュボードに直接貼り付けられるようなタイプの方がいいんじゃないかなというふうに思いました。で、ドリンクホルダーはね、右手側にありますので、これに関してはね、運転してる時も全然問題なく、取っていけるかなと思うので、ここはね、便利かなと思います。で、今日ね、結局ね、丸2日乗ったんですけど、ガソリンのメモリ的には2メモリぐらいしか減ってない、2メモリ、3メモリかな ?3 メモリだな。3メモリですね。3メモリぐらいしか減ってなくてですね、カーシェアなので、半分切ってから、給油してねっていう感じのアナウンスがあったので、半分切ってない間は僕給油しないようにしてるんですけど、こちらに関してはね、かなり、電気と、ガソリンのところがね、うまく、使えてるんじゃないかなと思いますので、こちらに関してはね、ガソリンの使用量としては多分同じような走行距離でも他のハイブリッドとかと比べると、なんかね、もしかしたら、燃費の効率はいいのかもしれません。ちょっとそこに関してはね、他の車とは全然比較して、したことがないのでわかんないんですけど、かなり、ガソリンの使用量的には、抑えられている車なんじゃないかなというふうに思いました。はい。で、あとね、この車ね、あとね、女子、人が乗ってるとおぼしき重さが、座席にかかってると、シートベルトしてないよ、ピー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 ってなるんですよ。で、それがずーっと鳴り続けるので、荷物をね、助手席に、ちょっと重たくなっちゃった荷物を助手席に乗せて走ってたら、ずーっとピー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 言ってて、ちょっとね、感度良すぎと思いながら、感度がいいのかな？なんか、安全にね、シートベルトしてねっていうお知らせだと思うんですけど、ちょっとその辺のね、セキュリティ面というか、安全管理面、に関しては、ちょっとね、うるさいなって思うぐらい、いろいろと教えてくれる車なので、そういうところに気をつけたい方とか、ついつい忘れちゃうよっていう方は、ノート e-power 乗ってみるといいんじゃないかなというふうに思っております。ただいま現在、踏切でね、足止めを食らっていて、しかも、まだね、上りと下り、両方、ついているので、ようやくね、片側終わったな。なので、ちょっと今ね、ここで足止め食ってるんで、ここで今ずっとくちゃべってるんですけども、という感じでね、乗りやすいか乗りにくいかで言えば、比較的乗りやすいですが、回生ブレーキが、すごくね、他のエンジン車とかハイブリッド車とは違う挙動をしますので、そちらに関してね、は、ちょっと走って、実際に走って乗ってみて、これなら慣れるかなって思うか、いやもうこれは無理って思うかっていうのはもう本当人それぞれ乗った運転する方の感覚次第だとは思うんですけれども、慣れない方は本当にこの回生ブレーキ慣れないので、試乗しようかなと思ってる方、ノートイパワー使用しようかなって思ってる方はお気をつけください。多分ね、ノートがこれなので、日産車は多分大体こんな感じの回生ブレーキの効きをするんじゃないかなと思います。電車が目の前で止まってしまいました。何が起こったんでしょう。はい。という感じでね、ノート、乗ってきましたが、座席は、全然乗りやすい、
座席にはなってますので、まあ、普通に運転できる座席です。ハンドルもね、握りやすく、ちょっとね、今回借りた車に、オートクルーズ的な、自動運転的な機能はついていなかったので、そちらはね、試していないんですけれども、高速乗ってもね、全然走りますし、踏めばね、踏むだけ、速度が上がっていくタイプの車ですので、その辺はね、心配しなくていいんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけで、予約踏切終わりましたね。というわけでですね、ノートイパは本日、だいたい丸2日ほど、乗車してきました。ので、こちらのね、試乗レビューというか、まあ、試乗の感想会としては、これで終わりにしたいと思います。もしね、この動画最後まで聞いてくださった方いらっしゃいましたらありがとうございました。もしね、今後とも、他の車試乗していきたいなというふうに考えておりますので、もしね、この動画良かったなと思いましたら、チャンネル高評、動画の高評価とチャンネル登録などいただけますと、励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、本日の動画ここまでとなります。最後までありがとうございました。それでは、バイバーイ。